Hi, we are here at Tateishi. Tateishi is located Eastern Tokyo Metro. It is considered as the secure place of B-rank gourmet. Let's eat Tokyo local food. じゃあ今日は立石に来てます、平成立石で駅の、改札を出てすぐ右側に行くとこのお店がすぐ目に入ります。さっきまで行列が20メートルぐらいできてた大人気のお店です。私も何回かここでメンチカツを食べたことあります。すみません、じゃあメンチカツを1枚こんな感じです。はい、ありがとうございます。はい、どうも。じゃ早速食べてみます。よいしょ。うん、こんな感じです。サクサクですね。本当に味だけで、うん、もう最高ですよ。値段安いし、はい、こちらはですね、立石の有名な商店街です。お惣菜のですね、いっぱいいろんなお店がこちらの方にあります。立石といえばこの通りですので、今から一緒に入っていきたいと思います。これがですね、115円です。さあ、どんな味なんでしょう。タレ通してきますか。タレ、はい、タレ通してきますか。そうですね、じゃあ一回通してます。なんとですね、食べる前に一回タレをこうつけてくれるそうです。こんなん初めてですね。初めてです。はい、いただきます。うん、美味しいですね。こんな感じ。ここだと一個一番人気があるんですよね。うちやっぱり練り物を作ってるので、はい、練り物の中でも、はい、好きなのあっさりつままね、あとはちょっときびがらしのお野菜とか、はい、イカと玉ね、よしこういう練り物は、はい、うちのおすすめだし、じゃあ、大根もあります。じゃあ練り物で一番おすすめの一枚、はい、例えばイカ、辛いお野菜、あさり、あさり、あさり初めてかもしれない。あさりつままね、あさりって珍しいですよね。はい、これがですね、アサリの、練り、さつま揚げっていうんですかね。そうですね、さつま揚げ練り物ですね。このお店の一番のおすすめの、お店の名前はマルチューさん、マルチューコンボコ店さんです。さあ、じゃあ今から行ってみます。これが多分アサリですね。ここにアサリが見えてます。初めて食べた味ですか。これやっぱ焼酎かなんか飲みながらですね、こうぜひ行きたいもんですね。お惣菜ですね。あ、餃子を作られて、これはなんかパックかなんかで今食べるように少しだけ買うってできるんですか。はい、パックぐらい、はい、もしチキンカツ美味しいでしょ。もらってます。これはですね、ソースチキンカツです。私は生まれて初めてかもしれないんで、どんな味だか分かりませんけど食べます。うん、おいしい。これ後でソースを
揚げた後にかけるんですか。そうですね。染み込んでます。肉もちょうどいい歯ごたえで、とても美味しいです。うん。それは昔からある定番のメニューなんですか。ありますね。はい。こちらのお店はどれぐらい前からやられてるんですか。今ね、店長いないかわかんないけど、もうだいぶ何十年も経ってますね。じゃがいもの煮転がし、はい、こんな感じですね。このサラダから美味しそう。これはちょっと汚いでしょ。これうまい。めちゃめちゃ甘いんですよ。これ最初はちょっとあの醤油の感じかなと思って、どっちかというと砂糖の味の方が強くて、もうお菓子みたいです。絶対ありえないお店です。普通のとこには絶対ありません。さっき私は見て驚きました。ぜひこの店の品揃えをですね、見てください。カキピーです。これあのジャパニーズナンバーワンスタンダード、ビアフレンドビール飲むときにはカキピー。すごいですね。 これでこの商品でこのお店っていうのは初めて見たんです。さっきからずっと見て驚いてたんですよね。そうですか、こんなちっちゃい店で、はい、いやだから驚いたんですよ。あ、白っていうのは何にも入ってないっていう。そう、海苔とかごまが入っていないんで、白っていうのは。じゃあ、いただきます。50円。あったかいです。なかなかあの焼きたてのおせんべいを食べるっていう機会はまあないですよね。3年ぐらい前からこのお店はあるんですか。ここはあのこの商店街と同じで終戦間もなくの商店街なので、その時からということは70年ぐらい70年以上ね、なるのかしら。ハンドメイド、せんべい、ショップネームイズ、オークドせんべい。ビールレストライン、グッテス。かっこいいですね、そのハッピー。なんとかですか。はい、今日はここで、この箸。これでこうですね。よいしょ。こう食べれるわけです。で、必ずこれ100円です。100円、これで、いろいろ向こうの立石の、B 級グルメを食べて楽しんでください。そしてこれがお土産になります。持って帰れます。はい、If you want to taste 東京ローカルフード especially B ランクグルメ check out 立石。1000円もあればですね、とても美味しいあのいろいろなものが食べられます。串焼きとかおでんとか、あとそうですね、ちっちゃなあのお芋とかで、お腹いっぱいになります。で、味もですね、もう日本人の私が食べてもとっても美味しいのばっかしですね。マストラブ立石。